こんばんは。毒親の手口、不幸にする親、ダン・ニューハーズの本をもとにお話しします。今回のテーマは毒親の手口ですが、子どもの発言を毒親がコントロールする、その手口についてです。この本には2つ例がありますが、そのうちの2つ目、自分と異なる意見や質問を禁じる親。そうなると子供は一体どうなるのか。可能性として3つあります。子供は人とのコミュニケーション能力の発達が遅れます。そして心の鬱積感に悩まされます。そして自信がなくなります。自分と異なる意見や質問を禁じる。親の意見とか質問をしてはいけないって、そんな風に指図されてしまう。そうすると、人とはコミュニケーション取れない、友達も作れない、自分の心の状態にもう何かこう、辛い状態にもうなんか悩まされちゃって、自分には全く自信が持てなくなってしまう。こんな子供になってしまうんです。怖いことです。今日はこれで終わります。漢方薬剤師心理カウンセラー梅垣真由美がお届けしました。チャンネル登録もお願いします。